ドクター林の健康ゲラゲラクリニック。え皆さんこんばんは、ドクター林です。えー、夕食の人とちいかがお過ごしですか。今日は三月二十五日。 ですね、もう3月も末になりましてね桜の花はもうどこもみんな満開ですよね、えー、桜の花っていうのはいろいろねあの健康にいいんですね美容にもいいあの桜の花花びらっていうのはですねあのあん中にそのコラーゲンを再生する物質が入ってますねそれからあのエラスティンというねあの皮膚の弾力を およくするようなそういう成分も入ってましたね。あれを少し煎じて飲んだりなめあの塗ったりすると、まあそういう健康食品とかの美容液も出てできてますけれどね。えー、非常にそのお皮膚がわ肌が若返るということでね。えー、まああの。 まあ桜,の桜餅とかねそれからあの桜のお茶よい桜湯とかですねそういうのはまあ結構みんなそういうの飲む機会もありますけれどもえ意外とその顔につけたりすることもないでしょうけども実は非常にその肌にいいということでえお試しになってみたらいかがと思います。今日は1曲目ね桜にちなんだ歌を聞いていただきたいと思いますね。ネットのお あ,のあ,あれで非常にこう評判になってきた歌ですね「えー、桜の雨」という歌がありますね「あの育戦の学びや」の中で僕らが巡り合った奇跡というねこの非常に古い古びかしい歌詞,歌詞がまた新鮮だったのかもしれませんけれどね、えー、ちょっとお聴きいただきたいと思いますね。えー、初音ミクで桜の雨い,ていただきましょう えー、毎週楽しいゲストの方を招して、えー、いろいろ話を聞いていきますね。この健康ゲラゲラクリニックですけれどもね、えー。今日のお客様ご紹介いたしましょうね。えー、プロレスリングゼロワンの日高いくと選手です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。プロレスリングゼロワン日高いくとです、えー。日高さんはもっともっともっと早く来てもらわなきゃいけなかったんですけどね。もう。 やっぱ忙しいでしょうかね忙しいしなんかね。すみません。でなっちゃいましたね。はい、先生がちょっといる。何度もですね、お誘いいただいてたんですけど、ね、ちょっとですね、スケジュール合わなくて、ね。合わないんですよね。ようやく、よ,ね、ようやく参加出演が実現しました。実現しました。はい。で、まあいろいろな発信機体、まあ最初はプロセスサーの方が出ていただくと、はい、いつも聞く聞くんですけど、その中でもどうして。 プロレになったのかとかとですねそれからプロレスになるためにどういう努力をしたとかいろいろそういう話からまず聞いていただきたい,い,ただきたいと思うんですけども、はい、えまず自分でプロレスラーになろうと思ったのはいつ頃なんですかそうですねえっ、ー、と自分は初代タイガーマスクのさや山さと一緒にを見てからなんですけど、うん、だからやっぱり小学校45年ぐらいなんですかね。テレビで あの、あの、八時ぐらい,た頃のいや、僕ね、あのー、僕、島根県は、あの。テレビ朝日系の局がなくて、<う>えっと、日曜日の正午からだったんですよ。日日正午から <laughs>、はい。で、僕、テレビじゃなくて、<う>実は、あの、子供用の雑誌があるんですね。テレビランドとか、当時はあったんですけど、そういう雑誌で見たんですよ。<う>当時、タイガーマスク二世っていうアニメをやってて、<う>それで。 西山先生が初代タイガー・マスクがリングに立ったんですけどそれをそのアニメとかそういうのを見てる流れでそのビてそれで見て僕の中ではこうヒーローってまあウルトラマン仮面ライダーってこう実在しないじゃないですかそれがまあタイガー・マスクは実在したとまあそういうヒーローの実在する世界に行きたい という思いからですかねプロレスが好きになったのは、はあ、はいプロレスってこと自体まあまあ興味はあったんでしょそのタイガーマスクが出る前にいやあまりなかったですねあなかったプロレスってのは知ってたわけでしょう知ってましたえっ、ー、と <laughs> 父が好きだったのでそう父さんが好きで、はい、まあ見てるよでしたらねあのそうですねアンタに泣きとか人たちの喜んで見てたんだろうからはいでそれを見てるうちに興味なかったけどもタイガーマスクを見てから当然自分もやってみたくなった そうですねやっぱりあんなふうになりたかったんです、ね、飛んだり飛んだり,だりだよね。なるほどそれでそれが小学生のところになりたいと思ってだからすぐ本気でなれるわけになろうと思ったわけないでしょうから。僕体も小さかったので今もまあ背が低いんですけど、うん、あの当然その、まあ、中学卒業するときにあの高校の進路相談みたいなのあるじゃないですか、はいはい、そういういになんか。 こう自分がこうちょっとその胸の内プロレスラーになりたいっていうのがあってその本心を話せなかったのをそのある先生がですねあのなんか気にして声をかけてくださって「お前は本当はどうしたいの?」みたいにって「実は僕プロレスラーになりたいんです」って言ったら。 まああのその先生が親身になって聞いてくれて<え>じゃあ,まあお父さんお母さんに話をしてみようかって先生から言ってくれたんですよ<え>僕言えなくて<え>そしたらあの親父にす,すごい怒られてですね何を考えてるんだお前はみたいなそれで怒られて母親も涙を流してて、はい、それで、あのーまあ、高校進学して、まあそうん、もう一回その先生に相談してそしたら高校を進学して。 まあ僕の町ってレスリング部のある高校がなかったので,、はい、ので柔道なりやってそれから高校卒業するときにもう一回挑戦したらいいんじゃないかって言われて、はいあのー、高校に進学しました、うんうん、それで高校で柔道やっ,柔道やってたん,、はい、やったんですけど、うん、まあそんな強い学校でもなくてですね、うん、それで、まあ、自分の中で何か諦めてしまったというか僕就職したんですよね<ー>そのまま。はいはい はい、就職してそうしたらあの、まあ、東京で研修をやってたんですけど、うん、帰りの電車の中であの「いやこんなつもりじゃなかったな」みたいな <laughs> <laughs> 人生こんなつもりじゃなかったよなと思って。<laughs> あのいやこれ で、死ぬ時、死ねるかなみたいな。<laughs> そこまで考えたん考えたんですよ。そ,れそうだ、あのプロレスはなりたかったんだなと思って、そのところの寮に帰って。腕体制とかをやったら、できないんですよ。これが。はい。それで、でもよし、ちょっと。でも、まあ、もしかしてプロレスはなれないかもしれないけど。ちょっとやるだけあって、なれなかったら、それはまあ、次の人生あるだろうと思ってですね。 そんなことを考えて、そこからまたプロレスー界ーの道が始まって<う>という感じです。それでえっ、ー、と二十三歳の時に格闘担でたバトルズ入門して、二十四歳でデビューです。だからそれまたその働いてたわけ？そうです。<し>その頃配属が大阪になったんですよ。僕その後。うんうん、それであのー、そこからまあプロレスを目指してて、その大阪のクリスマサノブさんの事務だったり、また東京 の長期出張の時に浜口道場に行かせてもらったりとかで今まあパンクラスの伊藤隆文だったりとかそういう人たちと練習をしてはいまあサラリーマンを辞めてアルバイトをしながら牛丼作りながらそういうはい練習をしてそれで23歳で入門ですだから結構その期間が結構時間かかっちゃったう。そう でバトラーズとかそういういわゆる格闘系に行くっていうのは、はい、あまりそうちょっとプロレスとかけ離れたイメージがあるじゃないですか、はいはい、そうなんですよ。それで、はい、あのー、まあ僕伊藤とされてアマチュアレスリングとかをずっと練習しててああそれでまあそのそういうレスリングの技術だったりそっちに傾いてる頃に、うん、格闘探ー団バトラーズが藤原組から独立したんですねああでその時に僕背も小さいからこれはこの第1回だったら 1>、うん、第1回の 練習生募集だったらギリギリ履歴書も通るかもしれないと思って送ったんですよそうしたら通って入門テストがあったんですけど何十人ぐらいいたかな最初あのテストのメニューが貼り出されてたんですけど壁に。スクワット回ってて書いてあるんですよ でそのもう僕の時代だけど2223年前ですけどスクワットなななかかかかもうったんですね昔は毎日3000回やったとか山本小鉄さんの指導でそういう風な話を聞いてたんですけどスクワット1000回本当にやるのかなと思ったら案の定何十回とかどんどんバタバタ人が潰れていくわけですよ。 最後4人しか残らなかったんですけどその4人までやって本当に1,000回やってあはいだから僕はもうその1,000回を本当に1,000回やるのかなと思いながらやってたんですよ。回と言っても回とかでもいいとか言われんじゃないかなとそんなことを思いながらやったら1,000回になってああ歌たでは何か普通の100回やってその後何種類かやってそれでんか最後にデモンストレーションタイムがあって じゃあ,まあ何ができるか自分の最大のアピールをしなきゃいけないじゃないですか、うんうん、で僕はやっぱ体も小さいし何でもできるところを見せなきゃいけないと思って「じゃあバク宙やります」って言ったんですよ、うん、そしたら「もうスコットも1,000回やった後だしバク宙危ないからやめとけ」って言われて、うん、普通にレスリングのタックルをやっただけで何のアピールにもならなかったですね、うん。<laughs> そのアピールタイミングって何やってるんでしょ歌うたったでしょう、ね、そうなんですよ<ー>何やっても芸達者のことを見せてもいいんですけどだから僕は大したアピールにならなかったんですけど<ー> <laughs> その何人かの中残った最後3人まで3人になったんですねそれ残れたんで入門を認めてもらえて、はい、2> 約2週間後ぐらい入門しましたかね。はい、とバトラスって最初のことはもよく知らないんだけどやっぱりああいう格闘系の そういううい試合ばっかりやるわけででしょそすの先輩たちはやっぱり藤原組でそういう練習をやってたんでずっとそういうスパーリングばっかりだったんですスパーリングだとそのご知識トレーニングをずっとやってる中でその今 WWE にいる船木さんが船木さんが来る時だけ自分に受け身を取らせるんですね練習でそれで自分は自分はまあスパーリングがしたい、うんうん、船木さんはじゃあ その受け身をどんどん取らせるわけですよ。うん、で、僕は。なんで受け身をやってるか、がその頃わからなかったんですけど。うん、その、まあ、船木さんが、実際、そのフジアルの昔、新日本プロレスに出た時に。頭を打って、救急搬送されたんですよ<ー>で、俺はそういうひどい目にあったから、<ー>その。お前は最初から、しっかり受け身を練習して、デビューしなさいっていう。うん、僕、デビュー三年目で、アメリカの E. C. W. に遠征に行ったんですけど。もう、その。 コロですかね。ああ、フナさんが言ってたこ、あの時僕にこうやってやらしてたのは成果がもうそれがあったからこうやって今アメリカで試合できてるんだなと思って。うんはい。イシダブどっからこで行ってた？一年ぐらい行ってたの？いやそんなん行けなかったんですよ。あの,あの一、ー、回行って一月ちょっとぐらい行って、ええ、そしたらあのホリデーが始まったんですね。クリスマスからああニューイヤーズデーのああそれでそれ終わったらまた アメリカに戻してもらえるって話だったんですけど、うん、戻してもらえなくてですね。<ー>そのまま <laughs>、うん、そのままそっから日本にいたんですよ。<ー>はい、それでそうですね。やっぱり僕はでもすごく刺激的で、そのアメリカ遠征。うん、やっぱり日本とお客さんも全然違うし、うねうん、本当にそのまあ、もちろんバトアーって小さい団体だったから、もちろんその雑用。うん その営業の手伝いとかもあったんですけど初めてこうプロレスに没頭できる環境ではいトレーニングして体作り食事作ってで週末は試合をしてみんなで車乗り合わせて試合をしてだからすごくほんもう刺激的でですねだから本当にどうしてもすぐ帰りたかったんですけどアメリカにまあ行かせてもらえなくて <laughs> <laughs> それであのまああの。 当時そのアメリカ遠征で今の今一緒に『ゼロワン』でやってる田中正さんとかですねほとんどアメリカで初めてお会いしたようなんですね、うん、で金村金太郎さんとかも引退しましたけど、うん、金村さんなんかが「お前俺がお金出してやるからお前アメリカ行ってこい」とか言ってくれたんですよ「えー、バトラーズ辞めて行ってこい」って言ってくれたんですけど、えーうん、まあその時はまあそのバトラーズ辞めるという選択肢がなかなか僕の中で決断がつかなくて。 それで結局2001年にバトラーズ活動を休止をしたんですけどそれまではまあバトラーズはやってそこからフリーになったんですね活動を休止したからフリーになったわけだそうですあ<ー>まあ活動休止前にこう選手をまあ個人個人集められてこうなるけどど,どうするみたいな話があったんですね、うんうん、日高お前はどうするみたいに言われてでもその時その まあ活動休止いつ、あのー、再開するかかわらない、うん、でもそれまではそのバトラってジムをやってたので、うん、ジムのインストラクターをしながら、うんあのー、その日を待つみたいな選択肢だったんですね。うんうん、これはじゃあ19歳の頃のサラリーマンと同じ感じになっちゃうなと思って <laughs> ただまあせっかくプロレスラーになったから、うん、はいちょっとフリーでやろうと思って。 うん、それでやめたんですねその年末でなるほどね、はい、えそしてフリーになって最初のどこいったわけフリーになってですねえっ、ー、とまずあのそのバトラッツのそ当時の NK ホールって大会があってそしたらあのそこで石川さんが活動休止を、うんうん、<laughs> 僕ら知らないうちに発表してたんですよで今みたいなこうツイッターですぐ出るとかじゃないから、うんうんうん 大会終わって家に帰ってあのしてたらなんか電話かかってきて「バトラー解散す休止するの?」とか夜とかですね<ー>バンバン連絡が来て<ー>何かと思ったら僕らがそのリング撤収をしている間に石川さんが発表したらしくて<ー>知らなくて、うん、それででも翌日に翌日からもう連絡が入ってきたんですよ、うん、うちに上がってくれないかみたいなことをありがたいことに言っていただいて。 道のプロですと「ゼロワンがすぐ連絡をくれたんですねはい、はい、なのでフリーになってからはもう「みちのく」と「ワンを中心に上がってましたね、うん、2002年からですはいえその頃橋本寅がまたいた頃橋本さんいらっしゃいるね,いたねで橋本さんにあの事務所に呼んで頂い,いて、うん、で話をして橋本さんに「 まあ,じゃあうちに入れよって言っていただいたんですけどちょっとその ECW の遠征の,その中途半端に終わった悔しさもあってちょっとその海外遠征とかをどんどんやっていきたいのでっていうふうにお話をさせていただいて海外なんかうちから行けばいいんやって言って頂い,いたんですけどちょっとはいそうしばらくはフリーで上がらせていただいてました。はい<ス> <laughs> ECW ってあのでも僕が言ってた頃は田尻さんが上がって<ー>田尻さんがス,スペルクレイジーとずっとやり合ってる頃でクルーズアウェイとジュニアのカテゴリーはないんですけど、うん、なんとなくジュニアの選手同士は当たってたんですねだから僕はハードコアっていうよりもそういうスペルクレイジーとちょっとルチャリブレのエッセンスの入った試合をやってるようなことが多かったですね。 なるほどはいだいたいわかりましたね <laughs> えとじゃあまず一曲ちょっとなんかリクエストをお願いしましょうはい私ですかはいどうぞはいえー、とあのー、私の妻なんですけど阿比古めぐみという名前で歌手をやってまして阿比古めぐみで、えー、君に捧げるラブソング聞いてください はい、えー、ねえねえ飛鳥陸斗さんの奥さんの「我孫子みさんの曲」ということで <laughs>、えー、聞いていただきました我孫子みさんっていう、まあの私一回だけ会ったことなんですね、はいはい、あのー、もうじる前ですけどどこだったっけあれは調布の、はい、調布のこういう FM 曲で出た時に、はい、ちょうど私の前にやってたのが「 アビコさんがゲストですなかなかわかんない、そこでいたんですよ。はいはいはい。その時は別に知らなかったんだけど、その時はあの三振でしたっけ？三振かなんかの歌手ということで出てたみたいでね。はい。それでその後で、あのイラクの奥さんだったかなんて話聞いたことあったんですけどね。はい。一回だけあ一回だけじゃないか年齢すごいなんかはいおい一番先だったね一番先だったのはその時だったいはいはい。で歌手歌手なんですよね。 歌手をやってます先ほどの歌はですね小林信康さんのカバーなんですけど別に沖縄出身とかそうじゃなくてはい栃木県です栃木県でその歌手をやりたいというか僕のプロレスラーじゃないですけどその時に弾き語りをするのにギターなり練習する中で三振が一番しっくりきてでもそうなんでしょうね やっぱり沖縄の人じゃないけど沖縄の人たちとやっぱりそうやってどんどん沖縄の人たちのシェアが広がって,ってやって BEGIN さんからこうやって声かけてもらってなんかコーラスで参加させてもらったりとかはいあのそういうこともたくさんあってですね沖縄の人に知り合いが多いですねだから僕もあのそういう人たちとお酒飲んだりとかあるんでその。 まあ、先輩のことをニーニーとネーネー言うじゃないですか。であの嫁さんにとっての先輩とかだからあの僕にとって年下でも僕はのニーニーネーネー言うんで。うん の特にねねはあの嫌がってますね、うん、いやネー、ね、って言わないと <laughs>、はい、年上からねえねえっていうのはおかしいからみたいなでもみんな置きたうちじゃないですかって言われるでしょうわる、ね、や,あやっぱり言われますね最初は、うんはい、い最近はウクレレも弾いたりしてますねどういう感じですか夫婦は,夫婦,は夫婦ですか、うん、あのー、仲はいいでしょうけど、はい、ど,どういう感じだと奥さんの方が どっち不随っ不ていうけどどっちが不うか分かんないけどああはいはいはい、はい、えっ、ー、とそうですねあのー、まあ奥さんに助けてもらってますね本当はいあのやっぱり僕たちのこういう仕事ってやっぱり家族の理解がないとねできないですから、うん、それはやっぱり、えー、こうして現役でずっと、うん、まあコンディションを保ちながらやれるっていうのはやっぱり、うん 家族つまんの支えがあってのことだと自覚しています。<ー>食事なんか、ちゃんといろいろ作ってくれるんですか。あ、そうですね。やっぱり彼女は、その、まあ、僕と知り合う前までは、その食事とか気にしたことなかったらしくて。<ー>逆に、僕の食事に合わせるようになって、痩せたらし、<ー>らしいですね。<ー>はい。<laughs> そんな利点もありますね。プロレスラーと一緒だと。ええ。 別に強採買強採買でもないんですか。強採ではないです。強じゃないの？その辺は大丈夫です。本当。はい。強採のいいんでね。言いますね。強採のいいと思う。もう人前では強採買だって言ってた方がいいですよ。あ、強採買です。本当に。そうか、まあとにかくだけど、もう結婚して何年目ぐらいなんですか？もう八年目ですね。あ、八年になるんだ。あ、すごいですね。結構ね。プロレスなんてか大体なんでなの？ ブルサーになって今22年目です,すごいねそれももう22年経つんだ、えー、いや本当にあれですね,ねその気が付いたら来年20年みたいなところでした20周年来てまあ25周年四半世紀は,は頑張らなきゃなみたいなところありますけど、えー、20年までは結構あっという間だったですねあ,あ,、はいまあっという間とはいってもやっぱその 間に僕はそれだけ年を重ねてるわけじゃないですか。ワンの,そのい今の01に入ってからはずっといるんでしょそう ?01、ね、がまあ一度01マックスになってああそこから入ったわけそ,うですそれの時から、えー、正式に正式入団というかあ<ー>2002年から、まあ、僕畑の年にも何試合か出てるんですけどフリ、えー古いで2002年から出てて<ー>で2005年から正式入団みたいで。あ ずっといて、はいまあ、あと途,途中で自主工業をしたりなんかして,て,てそうですね、はいうん、いろんなそういう自主工業、あのーまあ自分がこうやって、えーとまあ、妻が歌手でその、ねうん、先ほどの話じゃないですか歌手の人ともネットワークができたりとか、うん、そういう中でやっぱり僕島根県出身なんですけどやはりこういう島根県出身でこう盛り上げたいっていうですね あのーまあ、もちろんこう島根に帰ってそのもちろん地域活性にそれをつなげるのが、ねあのー、目的というかそういうところあるんですけど島根から出てきた人間がこうやって東京でやってますと全国でやってますっていうアピールもどんどんしていきたいんですよね。なるほどで自分の,その入場テーマをやってくださってる郁夫さんっていう方とかですねこの方もベースを弾かれる方なんですけど。 TMO レボリューションのサポートをしてたりとかですね、うんはい、すごくそうやって活躍されてる方が多くて、うん、あのニッチの江上さんとかですね、うん、はいなのでそういうですね島根のですね、うん、あのネットワーク島根, <laughs> 島根って結構東西長いじゃないですか、うん、で出雲の今出雲大社のある出雲の方、うん、東の方と僕たちの出身地の石見地方っていうんですね、うん、僕たちの方を。 でやっぱりあの、まあ、島根全域もちろんしそうなんですけどいわゆる道を歩いえばその先ほど言った郁夫さんだったりとか、うんはい、日中の井上さんとあと昨年引退しましたけど豊田愛美さんはもう僕と市も一緒で近いのででもあのやっぱ僕がプロレス界入った頃にはもう。 すでにスーパースターだったのでなかなかこう気軽に話できないというそういう感じだったここ数年ぐらいですね気軽にお話できるようになったのはへえそんなもんだったんねそうなんですよ実は先日ちょっとそうやって島根出身松田出身者で集まってですね食事会したりしてですね結構 たくさんんん来てるんだね島根から <laughs> <laughs> そうなんですな埋もれてる人がですね <laughs> 結構先日あの3月10日にですね、うん、あの東日本大震災のチャリティーで気仙沼で試合をさせていただいたんですけど、えー、その時にあの宮根誠司さん来られて<ー>宮根さんはあの島根県の大田市といってあの湯見銀山があるところの出身で,<ー>で宮根さんにそういうふうに自己紹介させていただいて。はい かそうやってすごい方もすごい,、ね、いらっしゃるんですよ。<laughs> えー、はい。あいあれはもう亡くなったって岩国くに鉄之さんは亡くなったんだよね。え誰ですか。岩国くに鉄之助って以来島根市長がいたじゃないですか。<laughs> あ僕この前です。あすいません。そうかそうかじゃもこれから本当に島根県のために、えー、島根県をもっともっと みんな有名にする。先々があるんだかないんだか知らない。がない方です。それで頑張っていただきたいですよね。はい。その前やっぱりゼロワンのためにちょっと頑張ってもらったいや。先生ゼロワンのために頑張ってますよ僕。ね。もっとっと。僕がいろんなところでやっぱりねこうやって頑張ることがやっぱりゼロワンに帰ってくる。そうはい。そういうことですから。はい。そう大丈夫です頑張ってます。 で、ええー、何だってけ、また、とりあえず、いろんな試合がありますよね。はい。ちょっと少し、近々あるのは何でしたっけ。はい。えっ、ー、と、まずですね、その、ゼロワンの前に、ええー。そうだよ。はい。ね。戦にも、あの、リングドクターをしていただきます。あ三、うん、月三十一日に、えー、午後六時三十分から、えー。新宿フェイスでですね。ええ、野良犬フェスという。興行があります。はい。これは、あの、野良犬と呼ばれた、キックボクサーの。 小林聡がでですすねプロデュースする大会で自分が長く小林さんのもとでですねあのキックボクシングの修行をしてましてそれで今こうして野良犬フェスという大会を一緒に運営してるんですけど野良犬フェス2右向け左という第2回の大会でしてあのメインはキックボクシングなんですけど藤原嵐選手が、えー、ポンチャンオズジムという選手とタイの選手とやるんですけど。 自分と小林さんも、えー、タッグを組みまして、えー、スペシャルエキシビションとして大怪獣モノ電鋭スグミと対戦します。えプロ,プロレスですか？いやスペシャルエキシビションマッチです。<く>あの小林さんがですねすごくあの昔からプロレス用用をプロレス愛好家というかだから自分はプロレスじゃないからプロレスとは名乗りたくないです、うん、なので、えー、スペシャルエキシビションマッチ、うん、時間も制限一本勝。うん はい、あの川崎稔監督というですね映画監督がいらっしゃってその監督がプロデュースする「大怪獣もの」これも映画のまんまの格好で出てくるんですけど<ー>それとあの30年前から続いているデン・ゲースというキャラクターがいまして、うん、ヒーローの <laughs> そのタッグと対戦するというですねはちゃめちゃなエキシビションマッチです。 あとですねあの最近、結構テレビでもよく見かけるんですけどアーマードバトルといって、はい、あの中世の甲冑を着てですね、はい<ー>はい、はいうん、あの武器を持って戦う格闘技がありまして、うん、そちらも第1回から出てもらってて今回も、えー、初めてなんですけど今回は女性剣士、はい、香川選手という女性剣士が初めて出るということで<ー>こちらも今、注目が集まってますので。こちらも すそのそのラウンド制なんですかそれは約30キロらしいんですよ、甲冑が。ね、なんで1ラウンド1分で1分かける3ラウンドです。<ー> 1>, 1分しか戦えないでしょうね、<分><ー>30キロを着込んで戦うと。どこでで勝ち負けなんですか,かえっとです、ね、ノックアウトか判定みたいです、ノッカーと判定基準があるみたいですね。はいはい 判定基準は僕はあのよく詳しくないんですけど<ー>、はい、だからそのまあもちろん武器もそうなんですけど縦、うん、でついたりとかですね<ー>やっぱその中で打撃キックがあったりとかするので、うんうん、はい軌道での戦いですねいやー <laughs> 激しい戦いだと思いますそうですかそれがはいえ女性どうしてやるってこと女性いやえっとでですね日本そそそのののまあそのその ランクで試合をしている女性って一人しかいないらしいですその香川選手しかなので対戦相手はちょっと小柄なんですけど男性の性か選手八勝郎選手と方でこの方はですねなんとですね<ー>その方が着ている甲冑が和甲冑なんですけど、うん、これ実際に戦国時代に使われてた甲冑らしいんです、うんうん、それがすごいですよね,すすね今それを着て戦ってるというのは僕はすごいなんか、うんうん すごいロマンですよねこれこそ。へえ。じゃあそれがまず31日3月31日あって、はいはい、えそれからプロレスはプロレスはです、ね、いつですかね今度は。今度プロレスリングゼロワンがですね、うん、第15回になりますけど靖国神社さんでの、えー、奉納プロレス「大和信州力祭り」こちらが4月の8日午後1時からです。靖国神社相撲ですね一番 靖国神社の境内右の方行きまして奥にあるんですけど、はい、こちらで、A、の奉納プロレスが15回目ですもうそんなになるんですねはいうもう毎年やっぱり、あのー、大会試合前にあの公式参拝に行かせていただいて、うん、本当にそこでですねあの汚、ー、れを払っていただいて神聖な気持ちでリングに立たせていただいてますちょっと奉納プロレスにしては はちゃめちゃじゃないかって気もするんですけどね。<laughs> 先生おっしゃる通りですね。<laughs> はい。お客さんも結構はちゃめちゃに、あのお酒を飲んで。盛り上がるというか。はい、まあ、それも奉納していただいていると思っております。はい。<laughs> なるほど。はい、四月四日。はい。あとはい。続きましては。あ、えっとですね、後楽園ホールはないんですけど、二十二日に新宿フェイスで。<laughs> また今度新宿フェイス。はい、こちらはゼロワンの大会です。十二時からです。<ー>はい。 こちらもですね、あのー、見どこまあまあコラケホール並みのカードが揃ってくると思うので、<ー>はいこちらもぜひお楽しみに、えー、ご来場ください。お待ちします。ですね。はい、えー。まずはとる3月31日は結構売れてるんですか。えっとですね、あの席はまあのー席はいまだまだ売らないといけない。<まだ> <laughs> でもですね、あのー、B 席は、えー、完売。あ<ー>はい。 で、他の接種はまだまだ。ありますので、はい、遠慮せずにご観戦いただきたいですね。遠慮禁物ですからね。そう。はい。そう、甲冑だった、ぜひ見たいですよね。あ、そうですね。でも、先生はドクターとして。先生のケアをしながら、なので。大変かと思うんですけど。あとですね、あの。 まあこう世の中が 3D の時代になってきて 3D スキャナーを今回ですねあのデジタルアルティザンという会社の,ですねあの特別協賛に入るんですけどその希望の方はですねあのスキャンができるともう0.0何秒とかでできるんです本当に一瞬でパッってできて百何十台のカメラが撮ってですね それをデー,タ化して、まあ、データ化して見ることも、うん、まあもちろん360度から見ることもできますしあらかじめ撮った自分たちのですねですので僕たちがなんか技をやってるような、うん、まあ別々に撮るんですねもちろん技を、うんうん、僕が描けてるような絵で、えー、写真を撮ってその希望される方が描けられてるような。 写真,を写真というかスキャンをしてもらったらそれをデータで合わせてもらったらそういうフィギュアもできちゃう,いす、ね、うんはいそれをそはも、い、う、まあ、ちょっと想像つかないですけどね <laughs> これ口だけで言っても。それを楽しみにしてみましみてまょうね、はい、ということでもう一曲、えー、ぜひ奥さんの歌聴きたいですね。あ ありがとうございますあのですねこれはですね自分が昨年20周年だったんですけど、はい、その20周年の時にですねあの自分がちょっとちょっとじゃないやあのその沖縄の「狩牛58」というバンドのファンで、はい、そのボーカルの前川慎吾さんとまあ、妻を通じて知り合わせてもらってそれで。 本当その前から慎吾さんのカリシジアチの曲をですね大会で使わせてもらおうと思ったんですけどそれがちょっとそのあの今ハワイにいるお友達のですね協力とかもあってトントン拍子で曲を作ってもらうという話になりましてで慎吾さんが作詞作曲をしてくれてそのアビコメグ恵と茜の海というユニットをあの結成して「太陽の人」というあの歌をですね 20周年記念ソングとして作ってください。すごいですね。それは、はい、これも素晴らしい曲を作ってくれたので<ー>ぜひ聞いてください。行きましょう。 ドクター林の健康ゲラゲラクリニック。今日はゲストにプロレスリングゼロワンの平賀一徳選手をお迎えしてお話を伺ってます。はい。えー、まあ、えー、プロレスラーどういうあのけけけけいでプロレスラーになったとかですね。まあいろいろやっといろんなことが分かってきましたので、ね、はい、えー。それから奥さんの歌も二曲聞かせていただいて、えー、あと一つ聞かなかったのは、はい。 あの中野でお店やってるじゃないですか。あ<ー>ね<え>、それはぜひ言わせていただかないといけないですね。何,何を何を売ってるっていうか、どういうお店なんですかね。今あの洋服が多いです。あの<ー>ブロードウェイの2階のですね。えっ、えとまあ中野通り沿いの寄りのお店なんですけど、はい、はい。あのー、まああのまあこれからの季節なんで今 T シャツの新作がどんどん出たりとかですね。<ー>はい。 あのー、まあ自分はですねまあ以前と違って常にお店にいるわけではないんですけど、ええ、普段はですねあの以前リナンなナんンていう名前でアライブビキダのテレビとかに出てた女の子がですね<え>店番をします、えー、店番をスタッフとして働いてます、えーえー、はいえそう普通の T シャツ普通の T シャツとかいろんなそのデザインをあの、えー、奥さんがやってるとかそういう話じゃなくてあそういうのもありますしはいあのー、まあやっぱりさっきの話じゃないですけど僕ま マスクが好きなので、ええ、あのマスクをモチーフにしたですねあ<ー>あの T シャツのデザインしたりですねあとあの、まあ、メキシコからもマスクだったりマス,マスクとか、うん、あの T シャツをですね、はい、メキシコの選手たちの仕入れたりとかあ,<ー>、はい、あと、まあ、そういうい T シャツだけじゃなくてまあ ちょっと暖かくなってきちゃいましたけど、パーカーだったり長袖のですねこういう襟のシャツだったりですねそういう商品もありますので、はい中野に来た際にはぜひお立ち寄りいただきたいブロードウェイの二回。何と見せですか。あ名前は捕獲堂です。捕獲堂。はいキャプチャーキャプチャーの捕獲ですね。はいそうです。はいショーンキャプチャー。それはあれあれですかあのお客さんやっぱりプロレスファンが多いいってこと？はいやっぱりあのプロさんも多いんですけどあの。 ブロードウェイっていう物建物の特徴というかやっぱりこう普通に全館歩いて回って、えー、そういう人たちがふらっと入ってきてくれたりあ全然あのそういうプロレスとか全然関係なくてふらっと入ってきて僕が店番してる時に、えー、あのー、あなんかマスクがあるって言って、うん、ああ僕 マスクだっっったら日高てて人知ってるんですよね地元が同じでって言って「<laughs> あそれ僕ですよ」みたいなそんな話とかありましたね。えーはい、たまたまその地元が僕昔から地元で工業ねあの外線工業やらせてもらってるんで学生の頃見に行ってましたみたいな人とかですね、えー、いたりとか、はい、あのたまたま入ってきた子供があがお父さんと一緒にたまたま入った子供があのー。 プロレス好き日本のプロレスを見てなくて、うん、だったんですけど、あのー、そこからゼロワン見に来てくれるようになったりとかですね。やっぱりやっぱり広いブロードウェイって場所もいろいろご縁を感じる場所ですよね。はい。島根県人会なんてあるんでしょうね。あ県人会あります。県人会もありますし、しね、あの県頭司っていうですね。えー、島根県の PR 大使っていうのをやってるんですね。えー、はい。そういう県頭司会のそういう東京の会があったりとか。うん 県人会とかにも顔出させてそういうところがいっぱいあれ顔売ればお客さんもっと増えそうですそれをやっぱり「ゼロワンにお客さんとして連れてこなきゃいけないじゃないですかいやいやそうですよまさにまさにい一番来そうですけどで島根県で島根県出身で東京でやってるって人なかなか会わないですね東京で働いてるっていう人ああそうなんですかはいでも僕この間そのブロードウェイの外を歩いてたら そのまあ声かけられまして、うん、その増田市のすぐ近くの津和野町ってとこの人なんですけど、うん、その人がそのブロードウェイのすぐ近くであのカレー屋さんをやってるとか言ってですね、はい、じゃあ今度行きますみたいな話があったりとかですねだから本当たまにしか会わないんですかね <laughs> 島根の人って。僕 <laughs> のの地元のあのなんだろう あのー、多いのがやっぱり広島大阪までなんですよ。よあ,、ね、あのーうん、出る人が。うんうん、東京の人は結構少なくて。僕の同級生とかでも僕東京にいる人一人ぐらいしか知らないですね。<あ>はい。大体 <laughs> 大阪あたりなんですよ。そうですよね。はい。そうなんですよ。ケンジ以外やってもしかし東京にほとんどいないって東京に働いてる人ほとんどいないの。あけでもですね。あだからあのー、結構。 年上の方の方が多いです。<ー>そういう席に行くと。<laughs> はい。でも、あのー、やっぱ伺うと、その。もう大手企業の会長をやられてるとか、<ー>そういうすごい方がいらっしゃって。はい、はい。そうなんだ。<laughs> でもこあの今度ですね「ゼロワンの道場が川崎に移るんですけどあの川崎市っていうのは僕の地元の島根県益田市と有効都市姉妹都市してましてこれはちょっと活動の幅が増えるんじゃないあのそれはやっぱり何かどこへんですかそれはぜひ川崎の有オっていうですねあのそのモールみたいなところで毎年秋ぐらいにですねその島根県の,そのまあそういう物産展島根山口物産展みたいなのがあって 僕が、あのう、せんという、まっさんの鶏卵饅頭っていう、そこで売られたりするんですよ。ええ、僕、その、販売を手伝いに行ったりしてたんですよ。<ー>はい、でも、それがもう、あの地元になっちゃうってうんですね、えー、ゼロワンに。<laughs> はい。俺は、やっぱり、あの何かと盛り上げていかなきゃいけないんじゃないですかね。えー、島根と川崎つないで、いろいろできるんじゃないかなと思うんですね。あ、そうなんだ。だ、はい。えー、そうなんです。姉妹都市、姉妹都市って、何て言うんですか、それな。 と川崎ははい姉妹都市姉妹都市で合ってるんじゃないですかねはいへえそうか楽しみしてますいろいろ楽しみたことが多いですねこれはねそうですねいろいろ広げられるお店はも儲かってないんで皆さん来てほしいですね全然儲かってないんで そうでたくさんお客さんに来ると本当でもマスクなんかマスクマスク売ってるんだっけマスクはえっと今はちょっと止めてますけどこれからですねオリジナルのマスクが出るようになですねマスクの T シャツとか多くありますねあマスクの絵を描たはいそうですはいですなかなかいいデザインなんでそちらもですねあのあのひださんのマスクは売ってるのあれあれはえっとあ今は売ってないです売ってないはいでもあのマスクの デザインの T シャツを今メキシコで作ってますね、<ー>はい、なかなかこれもいいデザインが上がってきています、今、犬、僕、犬飼ってるんで犬、あのー、犬のこうなんか、あのー、犬しれと散りばめたマスクのデザインの T シャツだったりですねだから犬好きも見に来てほしいですね、犬好きの人もね。 え自分では手伝いしないですか。あしますよ。あするの。はい行きます行きます。きます,すごいです。今 <laughs> 自ら行きます。今日もはい行き、えーはい、ます。今日もこんなと行きますよ。やりたいやりたい方ですもんね。<laughs> <laughs> ますべてがねこうプロレスーーの日高に帰ってくるが、うん、はい。い 帰ってくれば本当帰ってくるようにもう頑張って皆さんも応援して欲しいと思いますよねよろしくお願いしますとりあえずもう3月31日の日々そうこだ新宿フェイスに来ていただいてプロレス対…プロレス対じゃないねプロレスでプロレスと帰国人の試合とか甲冑のね格闘技ですごいみたいですねあと先生ゼロワンの横山をですね合気道と対戦するんですよあのうんこ座りやって合気道にはうんこ座りが通用するのかどうかね すごく感謝する日ですねそれから4月8日もね、はいえー、そこで市役付く人材のフォーノープロレスですからね,そうですねぜひ皆さんもさ桜がもうしちゃってしちゃってるかなでもなとのく桜も見学に楽しみにして、はい、ぜひ来ていただきたいと思いますはい、えー。今日はありがとうございましたいろいろ楽しいお話を本当にありがとうございましたじゃあ皆さんまた来週お見にかかりたいと思いますどうぞ皆さん一週間ゲラゲラ笑って楽しく、えー、元気にお過ごしくださいありがとうございましたさようならさようなら 誰かに会いに行こう「話をしに行こう」「うつむく背中にも追い風吹き抜ける」「気分が上がったなら世界が変わるだろう」「お医者様健康は」